このチャンネルをご覧になっている方の中でね、まあ、こういう疑問持ってる方いると思うんですよ。あれ？どない山本って登録者2500人ぐらいのに再生回数1本あたり100回前後ぐらいしかないじゃないかって思ってる人いると思うんですけどね、そのからくりを説明します。まあそもそもですね、このチャンネルにはまあコンセプトもジャンルも何もなくて僕の日記なんですよ。だから僕がね、まあ、好きなこととかなんか思ったこととかをまあただその場の思いつきで喋ってるだけのそういう垂れ流しチャンネルなので、だからですね、層がバラバラなんですよね。登録してくださってくれてる方の層がたまたまその僕が喋ったことで興味があって登録してくれたっていう人が多いと思うんですよ。だから結構登録解除される率も高いんですけど、なんかこいつこの前こういうこと喋ってたから登録したのに全然その話しねえじゃねえかってみたいな人ももちろんいると思うんですけど、まあでもね、いいんですよ、日記なんで。まあ来るもの拒まず去るもの追わずでね、行こうと思ってるんでね。だから例えばね、まあ主にまあ週1でね競馬予想とかしたり、まあ競馬の話はね比較的多く扱っているのでね、まずその競馬、競馬で登録してくれてる方もいれば、またさらにね、何ですか、まあバイオリンもたまに演奏しているんですけど、これはあんま少ないと思うんですけど、バイオリンで登録してくれる方もいると。で、あとはね、他どんな話してたかな、まあ、サッカーの話もたまにしてますね。サッカーの話で登録してくれる方もいれば、あとはまあ音楽とかね、まあ、ベビーメタルの話を僕してるんで、ベビーメタルの話で登録してくれる方もいるし、あとは何ですか、まあね、まあ、捨てハゲチャンネルっていう YouTube があるんですけど、まあ、それに、ね、僕多大な影響を受けてるので、まあ、そこら辺のね、まあ、捨てハゲあたりで、まあ、ちょっと登録してくれる方もいると、まあ、こういう感じなんですよね。だから、まあ、それぞれがもうみんな バラバラの目的で登録してくれてるので、2500人っていう人たちは本当にバラバラなんですよ。だから僕が何か動画ポンと投稿したところで2500人全員のね金銭に刺さるような動画はまあないわけ。でもそんな中で、ね、そんな中でその、まあ、どんなねもう中身のないようなよくわからない動画出してもまあ50、60再生ぐらいされるんですよ。だからこの2500人のうちの50、60人ぐらいが多分固定なんじゃないかな、固定客なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか毎回コメントしてくれてるね、なんとかさんって人もね、まあ、何人かいるんですけど、そういった方々がこれで、あとはまあ競馬しか見ないよとか、ベビーメタルの話してる時しか見ないよとか、ね、バイオリンの演奏は聞いてやるよとか、なんか気候俺のね気候映像とかで、まあ、お笑いとか、まあ、そういうやつは見てやるよとか、だからバラバラなので2500人いてもまあ100回前後ぐらいが妥当かなというそういうからくりです。ですからね、よくさ登録者増やすコツみたいなので、なんか一つのジャンルをねまあ極めた方がいいという説があります。まあでも僕はね、仮に競馬ばっかりやってたとしてもベビーメタルばっかりやってたとしても2500人なんなかったと思う。だからそれぞれの層からいいとこ取り、いろんなジャンルに手を出して、結果的にねいろんなジャンルに手を出したことによってそれぞれの層の人をちょっとずつちょっとずつ増やしていって今2500、だから仮に僕がこのまま続けてってね登録者1万人になったとしても多分再生数100前後から変わんないと思いますよ。まあ、こういうやり方もあるよということです。そういうことです。だからね、まあ今からもしも YouTube をやりたいという方がいたらね、僕みたいにジャンルバラバラでも、まあ数打ちゃね何本かヒットする動画もね出てくるので、まあ僕はね自称 YouTube 界最強の一発屋だと思ってます。底辺校と進学校の違いっていうお笑いネタ動画が110万回再生以上されてるんです。でその次に再生されてる動画はもう全然下なんで、この一発屋なんですね。まあでもね、その一発があったおかげでね登録者は、まあ、だいぶ稼げたのかな。まあそれで登録してくれてる人は今も見続けてくれてる人多分いないと思うんだけど、まあいいです、気にしないです、ね。まあ、自分がやりたいことをやるのがねモットーなんで、仕事じゃないんでこれはね、というわけでまあそんなからくりをね説明しました。じゃあまた。